それではいただいたメッセージをご紹介しましょう今日のフックステーマはきっつい仕事と <coughs> きっつい仕事、はい、は皆さん大変ですわね、うん、ラジオネームセンボクッコさんですね、うん、コールセンターで働いていますがモンスターのお客様がいます、うん、え先日は自称占い師というおじい,おじいさんに、うん 生命判断してやると言われ「お前は明後日家の前の溝に落ちて死ぬとう」と延々言われました毎日何かかしらの暇なお客さんからの電話があり勝手に切ることもできずつらいですストレスがたまるきつい仕事です、うん、コールセンターです嫌や,やろなあまたストレスたまるって言いますねそらだってわけわからんことばっかり言われんねんもんな、うん、もクレーム係とか特にねもうみんなホンにストレス発散やもんな、うん、ってな はいこちらですラジオネーム淡路ちゃんからいただきました畑仕事で旦那と一緒一緒にしていますが気がつけばやっと大きくなった玉ねぎの上に座り込んでいるまた次は休んでタバコ吸ってる またや今度は車に乗って寝てるあげくの果てはトイレに行きたいのに自分だけ車でどこかに行っている私はどこでトイレしたらええんや嫌なら帰れそう仕事が嫌なやつと一緒にする仕事はきっつい今やつが言った言葉は「帰るぞメシやお前一人で帰れ」またや車に乗ったら自分だけジュース飲んでるきっついわ昼から雨降れと。 現場で働いてるやつのパートナーが淡路の方なので玉ねぎのあ玉ねぎのね玉ねぎの奥さんばっかり頑張らはって旦那さん気が付いたらタバコ吸って休んで寝てたまに一人きりでやれてる仕事の人って羨ましいと思うんだよなそのすごく流行ってるたこ焼き屋さんが一人でやってはって自分の言うたら ででしかできへん、うん、あんな見てるとすっごい羨ましく思うね、うん、だって僕らなんて、まあ、黒田もおったらマネージャーもおってとか言って絶対関わりが出てくるやんか全員好きなんて、うん、なかなか難しいもん一、まあねうん、人とんでもない人が現れたりもするしな。 <laughs> ラジオにも犬が大好きさんですね単発、えー、の仕事で面の上にチャーーシューやメンマををせる仕事ししました<ー>地味な仕事ですがとってもきつかったです、うん、ひっきりなしに流れてくる麺をずっと見ていると、うん、酔いやすい体質の私は2時間ほどすると酔ってしまい <laughs> そのまましゃ,みしゃがみ込んでんかかそのまま早退させてもらいました、うん、この仕事を毎日続けてる人は本当にすごいなと思いました。あ<ー>あのこういういやっぱりこう見ながら流れ作業 やっぱり単純作業とか疲れてきますよね。警備員は辛かったわ。ああ、私三つもあれ、警備員の人見て大変やだな私立ちっぱなしっていうだけで無理やわし朝八時からね、あ夜の八時から朝の五時までずっとマンホールの前で立ってるだけって。でもあれなんか免許いる人もおんねんな持ってる人も何級かで。あ、そう逆にそういった動き回れる仕事もなくて。動ける方がいい。とそこで立っとる。いやいやな。きつい。ねえ、なんか他なんかやっていいんやったらいいけど、ラジオとかも。 そそれこそ本坊君と一緒でした日雇いでお金がなくてでいその日行ってその日もらうお金じゃないといでもそれやったらまだこう荷物運んだり動く方が楽な気持ち思ってたんですけど本坊の,あの本見たらそうじゃなかったい<笑><笑>はいこちらですすラジオネーム鬼ヶ北さんです20年前の大学時代のことです。 節分の日、神社がアルバイトを募集していました。うん、行ってみると100人ほどが倍100人ほどバイトが集まっており、適当に10人のグループに分けられました。うん、そして1人には福娘の衣装。 残りには鬼の衣装と重い金棒が渡されましたそして朝早くから暗くなるまで町の家を一軒一軒回り福娘が500円で豆を売りその豆を鬼がぶつけられるというものでした豆をぶつけられるのはいいのですが寒い季節金棒が冷たくて重くて泣きそうでした若き日の冬のバイトの思い出です若い時しかできへんからね <laughs>、まあ、いろいろ経験した方がねそれはいいと思いますけどーラジオでも「春も楽しい MBS」さんですね うんえー、銀行の掃除につきシュ,レシュレッダーをかけた紙を入れた大きな袋を朝から終わるまでの階段で型に担ぎ下ろしていました<ー>ぎっくり腰になり3日で辞めました治療費で働いた分が飛び、えーえー、腰痛持ちになりましたとシュレッダーの紙やっぱりそんな重いねあるイメージあるけどなもそれは地位も積もればって、ね、まさにこの子っちゃねええー、さあたくさんいただきましたがどなたにしましょうかう そうします寄ってしまったという,うラジオネーム「はい、犬が好き大学生さんに現金3,000円」はい、三千を差し上げましょう今日のテーマは「きっつい仕事」たくさんのメッセージをありがとうございました。